ローメン。草肉麺、茶ローメン略称、ローメンは、洋肉と野菜を炒め蒸した太めの中華麺を加えた、長野県の稲地方の特有の麺料理。ラーメン用のスープを加えるものと加えないものがあるが、ラーメンとも焼きそばとも異なる、独特の風味の料理でもある。小麦粉に乾水と着色料としてのビタミン B2 を加えた中太で水分が少なめの中華麺を使用する。 地元、稲市の合紙会社、ハットリ製麺所のものを使うことが多く、製麺所で蒸した蒸し麺となっているが、全国的に焼きそば用として売られている、蒸し麺と比べて、色が茶色っぽく、食感が硬い。具としては、マトン、キャベツ、キクラゲを主体とした野菜を、スープ、ウスターソースなど、各店固有の味付けで炒め、ニンニクを加えて、再加熱した麺と合わせて完成する。 マトンの風味は、好みが分かれやすいため、豚肉、牛肉など使って作るメニューもあるが、それらは、トン、ローメン等と呼ばれ、本来のローメンと区別される。好みに対応するため、バリエーションメニューとしている店もあり、また、麺の量を選べる店も多い。スープに半分使ったラーメン風のものとスープのない、ソース焼きそば風のものがあるほか、カレー味のものや、冷やしローメンなど、 店によって様々なバリエーションがあるため、これらが同一の名称で呼ばれることに違和感を持つ向きもあるが、歴史の新しい料理であり、太めの蒸し麺と肉、キャベツを用いた麺料理の総称と見るのが妥当である。薬味の定番は一味または七味唐辛子である。好みに合わせ、ソース、スごま油、ラー油、すりおろしニンニク等を加える。このように、 テーブルクッキングとしてその場で自分に合ったスープのを作っていくことが推奨されている。1955年に、稲市の中華料理店、万里の主人であった、伊藤和一、伊藤愛一、1931年から2007年5月11日が、地元の製麺業者、服部製麺所社長の服部幸雄の協力を得て、創作した。伊藤は、東京、 横浜で料理人として修行し、郷里の稲に戻って、小さな中華料理店を開いた。当時は冷蔵庫がまだ一般的でなく、仕入れた生麺を翌日まで保存できないため、伊藤も麺の保存法に苦慮していた。そこで、伊藤は試行錯誤の末、麺を蒸すことで日持ちさせる技法を考案する。この蒸し麺独特の風味を活かして、伊藤の創作した料理が老麺である。 万里発行のパンフレットによれば、ロ面の完成は1955年8月であったという。肉は、稲市周辺で、羊毛生産のため盛んに飼育されていた牧羊に、伴う、副産物のマトンが活用され、塩漬け肉にして日持ちさせたものが使用された。野菜は、これまた周辺で多く栽培されていたキャベツを使用した。店で今日してみると、 酒のつまみなどに好評となり、やがて人気メニューとして定着した。初期には、炒めるというソニク麺、チャーローメンと称して販売されたようである。通常、中国語で、ソニク麺、チャオローミエン、ピンインジョーローミアンというと、豚肉を使った焼きそばが創造されるため、草ニク麺と呼ぶ方が、当初の実態に近い。諸説あるが、最終的には普及の過程で、茶が取れ、 ローメンという名称が定着した。なお、中華料理には調理法のよく似たパンミエンがあり、関東語では、ローメン越方ルー一民六、ローミンという、関東料理を通じてアメリカなど各国の中華食堂の定番メニューに基て定着している。伊藤は地域発展を念頭に、ローメンの名称使用を自由にしたため、ローメンは 周囲の店にも広がった。その過程で、スープ式のローメン以外に、焼きそば式のローメンも出現し、さらには、地元の一般家庭料理や学校給食にも取り入れられるようになった。地元の新たな郷土料理として定着したことから、1994年、伊島市もローメンを、町おこしのきっかけに取り上げ、ローメン委員会、現、ローメンズクラブを設立。 万里本店近くには2004年にローメン発祥の地の記念碑が建立された。地元では6月4日を虫と読ませる頃合わせでローメンの人し、普段より安くローメンを飽きなっている。稲ローメンズクラブは地域の B 級グルメを使った町おこし団体の競技会である IB リーグに加盟しており、全国の B 級グルメの祭典である B-1 グランプリにも 第6回より参加していたが、イ賀ナローメンズクラブが飲食店主中心の組織だったために本部会員から支部会員に降格され、2014年の氷山大会には出場できなくなった。このため市民有志により新たにイ賀ナローメンズクラブが結成され、2015年の戸和田大会で復帰した。いくつかのメーカーから土産用、家庭用として麺、 冷凍麺タイプも調味料、さらに一部では、洋肉もがセットされた商品が、稲市内のスーパー、土産物店、バスターミナル、パーキングエリアなどで販売されている。バンなど、料理店のブランドで売られているものもある。地元の家庭では、これらのセット商品以外に、服部製麺所の蒸し焼きそばを入りして好きな味付けや具で作ることが、一般的である。また、 これに関連した商品として、ローメンマンもあり、中華マンの具として汁なし、ローメンを使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。